こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、特命戦隊ゴーバスターズのシャイニングスイング2です。これかなり前に出たものなんですけども、まとめてこのセットで売ってて500円ぐらいで買えたので衝動買いしてしまいました。で、画像が載ってたんですけども、結構これ光ったところがかっこいいなと思ったので、即ポチってしまいましたね。ちょっと開けてみましょう。はい、ガシャポンのシリーズなんですが、シャイニングスイングの第2弾ですね。1弾の方はラインナップがメインのレッドバスター、ブルーバスター、イエローバスターとゴバスター王とかの顔のスイングで目が光るという仕様ですね。そしてこちらはラインナップが1番ビートバスター、2番スタックバスター、3番ビートジェイスタック、4番グレートゴバスター、5番ゴバスターケローの5種ですね。ケローは映画で出たロボットですね。この顔の部分だけがスイングとなっていて、そして目のところが光ります。それでは順番に開けていきましょう。まずはビートバスター、はい、ビートバスターですね。ジンさんですね。マジレンジャーのマジイエローとか、今やってるキューレンジャーのね、エンディングのとこで、キュータマ音頭の中心の太鼓のところで踊っているアフロヘアの方、その方がこれを、このビートバスターも演じてましたね。で、この後ろの留め具を引っ張る。引っ張って、スイッチをスライドさせると光ります。スイッチをスライド、あ、光りましたね。割と古いものなのに電池が切れてないみたいです。ちょっと暗くしてみます。暗くするとね、綺麗に見えますね。ここにちょっと、ここに置いておきます。続いてスタックバスター、こちらは、この3番に出てくるビートジェイスタックが変身したスタックバスターですね。こちらも光ります。ちょっとこれは光が弱いですね。なんか今置いた衝撃で光が強くなりました。はい、続いてそのスタックバスターに変身するビートジェイスタック、はい、こちらビートジェイスタックですね。なぜかその変身後より変身前の方がガタイがでかいというね。こちらもスイッチをスライドして、ちょっと硬いですね。ちょっと硬くて動かないな。ドライバーで無理やりグッとやってやっと入りました。こちらも光ります。ちなみにビートジェイスタックのジェイは樹液のジェイだそうです。続いてグレートゴーバスター、はい、こちらがグレートゴーバスターのスイングです。こちらもスイッチを入れると、あ、今度は
ちらね、緑色に光りますね。これはすごいいい色ですね。はい。で、最後、ゴーバスターケロー。あ、これは留め具がないですね。そのまんま、はい、こちらは黄色です、はい、これは、これは映画の中に登場するケロウですね。はい、ということでこちらの全5種ですね。このグレートゴーバスターだけ緑色に光ります。はい、ということで真っ暗にしてみるとさらにね、綺麗に見えますね。はい、このこういうね、目のところが光るというアイテムにありがちな、この顔の方にも光が漏れるということが全くないので、これはかなりクオリティが高いですね。ね、スタックバスターも顔のところのね、光が透けちゃったりするんですけども、それがないです。このビートジェイスタックも目のところだけが光ります。でこちらグレートゴーバスターはね、もうここの全体のクリアパーツがね光っていて、まあ他のところに後ろのスイッチ部分はクリアパーツなのでね、光が抜けますけども、これはね緑でかなり他と違うんでね、ちょっと綺麗だなと思いますね。そして、ゴーバスターケローは、この水中メガネのようなところが光っております。でこちらもね、他の部分の光が透けたりするのがないのでね、いいと思います。はい、ということで今回は、特命戦隊ゴーバスターズシャイニングスイング2をご紹介しました。こちら第2弾でかなりね安く手に入ったんですけども、やっぱりね第1弾の方は主人公もいるので若干お高めになっていまして、これはね500円で買えたんですけども、その第1弾の方は今見てみると1000円以上はしてしまうなという感じですね。まあ余裕があった場合はそちらも買って全部揃えてみたいですね。はい、ということで以上トイズガオーでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。